東京国立博物館、お正月恒例、長谷川東博の国宝、松林図、屏部、を見に行きました。冬のシーンと静まり返った松林が描かれています。見ていると、寒い風が松の枝を揺らすわずかな音が聞こえてくる錯覚に陥ります。これほど、絵の世界へ没入できる作品ってなかなかないですよね。 ショーリ林図は東博が戦後初めて購入したコレクションの一つです。今では東博で一番の人気と言っても過言ではありません。展示は1月15日までと短いので、見たい人はお早めにどうぞ。